ラジオネームメメントモリさんです。はだ、い、さん、はい、熊嵐は赤江さんの愛読書ですよ。最後の掛け合いで熊嵐トークもできはったはず。惜しいとおんまいといただきました。しかもそのフリートークの後に、曲中に赤江さんがお花くれたんですよ ねスタジオに来て、その時にも熊嵐トークするのが良かった。いやー、できればよかった。なんか最後までね、ちょっと しっくりいかなかったですね。すれ違いたまま終わった。ボタンの掛け違いが。ボタンの掛け違い。アビアビアビア。この後はソーシャルアクションです。